ビルヘルム・デッカーベルリン大学のランゲマルクの神話に関する記念式典にて演説を行うデッカー。ビルヘルム・ビリー・デッカーはドイツの政治家。ナチス・ドイツの時代、国家社会主義ドイツ労働者等の党員として、広報担当の役職や国家労働法師団の総労働指導者などを務めた。1899年、ロストックに生まれる。 同地のギムナジウムで学んでいたが、第一次世界大戦と田中の1917年には、学業を離れて、西部先生に従軍する。敗戦後は、ロストック大学に進学し、歴史とドイツ文学について学んだ。1922年、哲学博士の博士号を取得。1923年、民族主義者よりの新聞に記事を寄せる。1924年、地方新聞。 メキロンバーガーバルタガミの編集者として雇用される。1926年、民族主義的運動から距離を取り、NSTP に入党した。1929年、NSTP の大幹区、国家弁士となり、同年11月より、ブランデンブルク省委員会やニーデルバルニム、地方議会などにも所属した。 彼は1930年9月から1945年5月まで第4選挙区選出の国会議員を務めた。1933年の議会では、いわゆる全権委任法に賛成票を投じている。1931年に奉仕労働制度が始まると、デッカーはこれを統括する教育訓練総監に任命される。1934年、 労働意欲の喚起を目的とする雑誌、働く国民を出版。この働きが評価され、1935年には国家労働法師団における総労働指導者に任命される。1935年、ベルンハルトルスト教育省はデッカーをベルリン大学における労働講義の講師に任命し、また1937年6月には名誉教授の称号を授与されている。 同年に設立された民間伝承研究団体では短期間ながら長を務めている。1939年1月30日、黄金な地党員バッジを授与される。1940年以降はラジアン総裁、コンスタンティン・ヒールルのもとで働く。同年以降、新しいドイツの歴史のための帝国研究所内のユダヤ人問題研究部の諮問委員会にもなお、連ねている。 1945年5月、ベルリンの戦いの最中に死亡した。彼が自殺したのか、あるいは戦火に巻き込まれて死亡したのかは明らかになっていない。戦後のソ連占領地域では、デッカーの著書及び、彼が作成に関与した。出版物は、そのすべてが、禁書に指定された。デッカー・シュレップ・ゼヒ・ヒ・バーイ・ズ・イム・ウィンター・ソムスター1917、18、 インローストックアインシーヘダズダイイマトリクレーションフォンビルヘルムデッカーイムローストッカーマトリクエルポートルハットクラウス D、ーパツオールダスゴールデネパーティアブザカムウントザイネバーレイハンガンエアンヘイルバー1934から1944シュトゥディアンデアゲシヒテデアウセシュナンガンバンド4バーラグクラウス D、ーパツオールノーダーショテッド2004 ISBN3 から93万百5 3 3から50から 6S67 ハットエルンストクレー、ダスパーシネンリングシコンツームドリテンライヒ、ウェアワー,アーズフォアウントナウハ1945フィッシャータシャンバッチバーラグ、ツバイタオクッチリジャーとアウフラーゲ、フランクフルト 2005ISBN978 から3から596160488 s103 マンフレッド・ザイフェルトカルチロビート・イム・ライク・サービス・ダイ・オンスト1996 s141 http コロンスラッシュスラッシュ www.polunbi.de スラッシュ bibliothek スラッシュ 1946-nslit-t.html ありがとうございます。